女神文字は中国の河北、東北部に金を建てた女神族が使用した文字。女神王あざと女神障子の2種類の文字があるとされる。名王神伊佐を、椎名丸人の印現在残されている文字が女神王あざであるか、女神障子であるかは今のところ判明していない。現時点では大あざとする説が有力である。 また、障子は、大技の組み合わせ文字のことであろうとされる。それだけでなく、大技を基礎にして、音を表す部品を加えるなどの修正が行われている。あざ型は、全体に正方形に収まる形をし、漢字と共通した部品が使われているなど、全体の構造が漢字に似ている。助信役語に見られる文字の画数は十画未満で、 隣国聖火の聖火文字のような複雑さはない。明らかに漢字から借用されたと思われる文字と、喫端文字由来と思われる文字、由来不明の文字等が混交しているように見える。また、表音文字と表語文字が混在しており、表音表記も必ずしも一音節を表すとは限らず、複数の音節を表すと思われる文字も存在し、音節文字としての法則は明らかではない。 日本の国字とは相互に影響し合ってはいないと見られるが、小柄しに似た文字もある。書体には、楷書の他に、草書も存在する。文献資料として、秋代に編纂されたとされる、解約語の一つ、助信訳語があり、また、助信文字を記した碑文や、異物も、比較的多く存在する。現存の十二件の助信大技切国のうち、件は世紀から世紀の、 近代に集中しており、一見は秋代に属するもので、ある。喜び年、軍女神大技非海流、女神大技接骨大金毒勝値多消飛翔、雄大進む軍道、友衆節度志亡匹金上行女神、大技感学費毛子急吸法、石壁助助助女神大技接骨奥多室、吉助氏接骨奥多室、吉助花向け陰引き多勢女神大技接骨。 女神神詩大名引き札札拉坊国ハイスミレ、女神大アザイシバコ、エーヤスシジキヒ、秋尾の石碑14世紀に、近の町の歴史を編纂した聖師の、金氏によれば、1119年に、金の大祖、アグダの命令により、ワンヤンキーニアワンヤンヤロラが、キッタン文字や漢字を参考に、女神大アザを作成したとされる。女生児の方は、1138年に、の、 第三代皇帝奇襲が制定し、1145年に交付したという、大技障子ともに、禁止に具体的な文字の詳細は述べられていない。金の公的な文字として最強に、管理学校を立てて学ばせ、普及が図られた。式、白紙作林、論語、孟子、老子などの助身文字を用いた翻訳もなされたらしいが、すべて一緒となっており、内容は明らかではない。 1234年の金滅亡以降も中国東北部の女神族の間では使われていたらしく1413年に作成されたと思われる碑文には漢文、チベット文字、モンゴル文字に並んで女神文字も記されている。このことから少なくとも秋代、15世紀初頭の段階ではまだ女神文字を介し使用できる人々が暮らしていたと考えられている。 女神族は後にモンゴル文字を参考にした満州文字を使用することとなるが満州文字の使用された最も早い時期の碑文は1630年に作成されたものであり少なくともこの時点までにはすでに女神文字は使用されなくなっていたと思われる日本のあずま鏡の中に女王3年2月29日の記述として女神の船が 越後国寺泊まりに漂着して、その際に乗船していた一行が持っていた、銀冠に意味不明の四文字が記されていたことが書かれており、その文字が模写されている。江戸時代に、林羅山が、朝鮮通信使の文広伊にこの文字について尋ね、文広伊は、王国貴族と読んだ、という逸話がある。明治になって書かれている文字が、助神文字であることは判明したが、 内容は不明のままであった。後の研究により、この文字は国行誠と読め、銀冠は、金国の通行証にあたるものであることがわかっている。1976年に、当時のソ連沿海地方の社員銀司で、あずま鏡に書かれた文字と同じ文字を記した銀冠が発掘され、あずま鏡の記述が正しかったことが、明らかになった。一般にも手に入りやすい。 女心文字の研究資料としては、ガール、ありがとうございます。